ミートエチパックリサイタルホールから今日はバイオリニストの上田聡子を紹介します。まあ一見どちらかというと内気なタイプの、まあ、女性ですけれども、まあもう知らなかったんですけど、とってもタイガースファンらしくて、金本元監督の大ファンだそうです。まあ、そういう話も今までしたことなかったので、このリサイタルシリーズをしてそれぞれのメンバーが、例えばまあ料理好きだとかね、ロックバンドをやってるだとか、いろんなそういうことも知れてまたこれから面白くなっていくなと思いました。では彼女の演奏をお楽しみください。ラブ FM の世界へようこそ。バイオリン奏者の上田聡子です。今年7月にここゲーブンで予定されていたラボ M の公演がすべて延期になってしまいました。たくさんの方々が楽しみにしていたと思います。そんな方々に少しでもラボ M の世界を味わっていただこうと、今回ラボ M よりムゼッタのワルツをお届けしたいと思います。ところで皆さんは歌声に一番近い楽器は何の楽器だと思いますか？昨日リハーサルの時にスタッフの方々に聞いてみたところ、人の声だとビオラやチェロなどすぐに答えが返ってきたんですけれども、歌声となるとオーボエやフルートやホルンもありだなぁと、皆さんいろいろな答えが出てきました。少し面白いですよね。今回はソプラノの曲をバイオリンで演奏します。歌声はバイオリン一択だっていう方が一人でもいらっしゃったら、バイオリン奏者としては嬉しいです。それではムゼッタのワルツをお聴きください。
ポリルルリル。今年は残念ながら、夏のオペラができませんでした。ボエームは2年後の夏に行うことになりました。準備はしてたので、世界中から集まる歌手たち、日本人も外国人もいますけど、あるいは舞台装置だとか衣装だとか、イタリアの今までも作ってくれたチームに頼んでたので仕方がないことなんですけれども、夏になんかオペラをやってないっていうのは、そうですね、毎年やってるお祭りがなくなったみたいな、そんな気分でしょうか。プッチーニという人はもう本当に天才で、この芸文センターでも一番最初にバタフライを取り上げるんですけども、なんて言うんでしょうかね、その別にこの話で政治が動くとかそういう大きな何か事件が起こるドラマ、オペラではないんだけれども、一人一人のこうキャラクター、そうしたものがすごく表されている作品だと思います。耳は体が少し悪くて、貧乏で、そして一幕ではもう耳しか女性は登場してこないんだけれども、この2幕のクリスマスのとっても華やかなシーンで非常に気ままで、派手で、男を振り回す役として出てくるのが今演奏してくれたムゼッタのワルツです。今年はオペラはできませんでしたけど、さとこちゃんの演奏で少しはプッチーニの世界が皆さんに届けられたのではないでしょうか。ということで、また次回もお楽しみください。